ティス、プラケです。発着生後101日目デベソン、生後84日目プラケの西アフ育児日記やっていきたいと思います。いや、だいぶ久しぶりになりましたね。またね、ここからちょっと再開していきたいと思いますので、 YouTube の方ね、ちょっと日ばかりの件でね、若干だけ、へこみましたけどね、残ってる子をね、しっかり育てなくちゃいけないので、ここからまた YouTube 始めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけで、久しぶりの投稿は、西アフ育児日記やっていきたいと思います。はっちゃんね、生後100日になりましたんで、101日目ですけど、餌やりしていきたいと思います。最近はこの2匹ですね、毎日あげると、餌食べたり食べなかったりだったりとかするので、1日おきにしています。なので、昨日ご飯食べてません。なんかはっちゃんは向こう向いちゃったので、とりあえずデベソンからあげていきたいと思います。はい、デベソンさん、ご飯気づいたね。はい、あれ、はい、よいしょ。先にデビソンにパパッとあげちゃいましょう。多分デビソンは3匹パクパク食べるでしょう、この感じだと。たまにね、なんか僕西アフのこういうのあげてると、うちの西アフがなんかあんまりたくさん食べないんですけど大丈夫ですかみたいなね、相談されたりとかするんですけど、このね、デビソンっていうのは多分相当割と食べる方だと思います。で、多分ね、あげたらもっと食べるんですけど、うちは一応3匹で固定してるので、いつもこんな感じでやってます。じゃあちょっとデベソンの先に体重測定をしていきますね。ピントがちょっと合ってないね。はい、デベソンおいで。よいしょ。さあ、生後84日目のデベソンの体重はいかほど ?29グラムですね。もう30グラムになっちゃいますね。はい、というわけで生後84日目のデベソンはコオロギ3匹で 29g という結果でした。ではね、はっちゃんにあげていきましょう。はい、はっちゃんご飯で、はっちゃんはね、逆にあんまりね、デベソンに比べると食いつきが良くないですね。で、今日ちょっとね、食べるかどうか、まずは普通にあげています。カルシウムパウダーをつけた冷凍コオロギです。初期の頃は普通に食いついてました。だけど最近はこのままだとバクッと来ないことが多いけど、見てますね。どうだろう、いらない、じゃあ食べて。で、こんな感じでね、そっぽ向いちゃいますね。で、こういう時はですね、はい、このじゃあ冷凍コオロギさんの頭をこの辺で、首というか頭だけっていうか、ちょっと胴体ぐらいかな、この辺でチョキッとすると割とコオロギ汁がね、ちょっと出るんですよ。見えるかな。で、これをね、ペロッとさせながら食べさせてみたいと思います。はい、はっちゃん、はい、頭取ったよ。こうやってやるとちょっとペロペロして食べてくれたりとかしますね。はい、食べました。こう一手間なんですけど、食べてくれない時はね、こんな感じのことを試したりとかしてもいいんじゃないでしょうか。はっちゃん、もう一個。レビソンに比べるとね、はっちゃん本当に食いつきにね、ムラがあるんですけど、できるだけ食べてもらえるような手間ですけど、頭を取ってできるだけ食べてもらえるようにしています。それでもね、やっぱりね、1匹で終わりとか2匹で終わりのことが多いですね。3匹食べてほしいんだけど。で、デベソンに関しては逆に言うとそれはほとんどないんで、ちょっとね、そういうことがあると1匹しか飼ってない人なんかはね、結構心配だったりとかすると思うんですよね、餌食べなかったりとかすると。でも
ね、僕なんかだからある程度リオパとかも飼っているのもあるんで、餌を食べててうんちしてれば多少少なくてもその子のね個体差かなと思って、そんなに気にしないようにしてます。だからまあその子のペースに合わせてですね、全く食べないっていうのがね、例えば1週間も続いたらちょっと心配してもいいかもしれないですけど、まあ、2、3日食べなくてもね、もうちょっと待ってみようっていうぐらいのね感じで待っててもいいんじゃないかなと思いますね。もうこんな感じで食べないかな。で、同じ飼育環境でも、でね、西アフ兄弟でもこんな感じで食べる量とかもね全然違うので、まあ今はね本当は3匹食べてほしかったけど2匹で終わっちゃいましたけど、まあこういう日はまたね、まあ、明日休んで明後日また食べてくれたらいいかなって思うようにしてます。もしね今日全く食べなかったら明日あげたりもしますけど、まあ食べてるんでね、とりあえず今日はおしまいにしたいと思います。じゃあ体重測定をしていきます。はい、はっちゃんおいで、よいしょ。はい、でも意外とね食べない割には体重そんなにねすごくないわけでもないんですよね、まあ、デビソンが極端にあるんでねすごい少なく見えますけど 24g ですね。はい、というわけで生後101日目の発着はコオロギ2匹で 24g という結果でした。はい、ではねこんな感じでまたね動画投稿していきたいと思いますので、また見ていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。プラケでした。バイバイ。